張するんだわって言って飛ばせて。アルミンか。アルミンのプレイか。やったな。アルミンだったらなんかジャンとかコニーとかのがいいんだけどな私。だって大変そうじゃん。なんと。うんうん。おい。三度さんって知らない。いいか進む。どんどん進む。プレイしたいしやっぱり。ちょっとアルミにはでもさいい武器とかさつけてあげたいな。ちょっと不安要素しかない。これから巨人と戦うにあたって。死んだ仲間のためにも。実際ちょっと待ってね。新規開発しよう。でもいいの装備してんだよな実際。切れ味、いやこれだな。所持15持ってれば十分でしょ。これにしとくか。一式これにしよう。はい装備した。はい、これでなんか開発っていうかなんか調達したらなんか新しいのがあるのかな。ちょっとゲットしてみようか。例えばしたら素材がゲットするとこっちに新しいやつが増えるとかではない。はい、ありがとうございました。アルミン不安だわ。私大丈夫かな。私結構ゴリ押しプレイしちゃうから。感情に任せれば。人類の底力を見せてやるぜ。アルミン先生近づくなって言っただろう。味方だよ。どの戦闘振り返る。そんなコーナー。まあいいや行こう。そうだよ。はあ。巨人になったエレンだったらいける。あ、この人いい人じゃん。ピクシスさんって確かね。お、マミちゃんハート隊に回復呪文をくれ。あ、仲間をうまく使いましょう。そうなんだ、仲間をうまく使うのね。 OK。 じゃあベホマラーベホマラーです。進撃中にドラクエの呪文を唱えるっていうね。さあどんな戦いなんでしょうか。ああこのシーンもありましたの。呪文。これよりトロストク奪還作戦について説明する。はい、まずエレン・イエーガー。スキップします。多分あの巨人だってな、巨人になれないんだったよね。でもね続いていく。イエーガー訓練兵の援護のため大岩付近の巨人を排除せねばならん。町中にいる巨人は倒すか壁際におびき寄せるんじゃ。いいかな、はい、こういう感じの無双っぽいよね。でもね俺も行く。君か。俺もしちゃったしね。こんなに巨人が密集してるのに倒せるわけねえだろ。うまく壁際におびき寄せよう。あー、うまた敵上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。巨人壁際におびき寄せよう。アルミンは統率力に優れチームメンバーを利用した戦い。マジか。アルミンの持つスキル戦術感はチームメンバーの投資集中を命令に強化します。命令はまるでチームメンバーに攻撃指示を出すこと。巨人が出現して以来人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功したとき人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。なかなか回数が通らなくなってる。
僕の立てた作戦が採用されたこと、この作戦で正しかったのかな。同期で座学がトップのお前が考えたんだ、うまくいくだろう。そうだよ。倒れた救援要請の爆炎支援団だ、うん、助けないと。こいつはね、あ、ちょっと、何コニーさん、ちょっと回復してくれない？頼むよ。わかったぜ。頼んだわ。頼んだ。頼んだよ。頼んだよ。駆逐してやる。駆逐してやるどころじゃないですね。死亡死亡ってめっちゃ死んじゃってるよ。でこの目ん玉のやつ使った方がいいの？ちょっと待って、結構いっぱいいるけど大丈夫？なんか見えるんだ。うん、マルコさんがやられてるんですね。巨人に邪魔されて補給物資を運べない。なかなか切れないんだけど、めっちゃ大変なんだけど。これってアルミンの攻撃力がないかな。すごいね今の。次はどこをそがれたいとか言って、すごかった。回復薬もうないんだけど大丈夫かな。私不安ですよ、自分のプレイが。僕だってやってやる。補給部隊がいないんですよね。大丈夫かな。これってさ、もう探して終わったの？あ、わかんない。ですね。
抵抗って出るの？ちょっと待って、もう大丈夫だ。助かった。補給物資を持ってきたから使ってくれ。あ、全アイテムやった。もうめぼうめぼうめ、マジやばいと思った。あ、いたよ。ジャンも補給班だから、その辺にいるはずだ。見かけたら助けてあげてくれ。助けてあげたいよ。あ、出てた。どこ？無縁団、やばいってことだよな。さて、仲間にしたいって。どこ？あ、通してきた。死に急ぎ野郎の援護に回った結果がこのざまかよ。これか。負けるもんか。ちょっと待って、みんな行け。みんな行け行け。シャンシャンシャン。お、これ楽しい。補給物資を持ってきた。お前も使ってくれ。イエーイ。ボンベボンベ。なくなるまで使うか。え？ちょっと死にそうなんだけど、誰か。このさ、補給部隊さんのさ、傷口に。え？いや、なんか来てるし、なんか来てますし。行こうよ、行こう行こう行こう。
ってやる。首行こう、首アニメットしてね、これかいいや、負けるもんか。首をみんな行け、頼んだよ。よし、アルミン楽しい。アルミンダメかと思ったけど、アルミン楽しい、結構楽しいわ。え、どうしたの、補給部隊欲しい。よし、ここにいるでしょう。あれ、いなかった。ん、入った。ちょっと待って、ゾンビ変える。あ、ブレーダーまだ倒してよかった。いいでしょう、補給させて。ちょっと迷惑かけてごめん。これあの巨人高いのがボスかな。うん、みんながいてくれればね。あとはあれか、緑の箱、あれなんか回復薬あるよみたいなのがあるけど、まあいいでしょう。あとで、はい、行って行って、頑張らなくて。エレンに死なれても困るし。兄、なぜここに。僕だってやってやる。頼んだよ、分かった。ちょっと首から狙おう、時間がないから。巨人には閃光弾か音響弾のどちらかが効く。どちらが有効か見極めて使うんだ。分かんないよ。うん、そっか、よく分かんないけど使ってみるか。はい、閃光弾。あ、引っ張っちゃった、ごめんごめん。行って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 。あれ、間に合わないんだけど。頼んだよ、頼んだよ。間に合わない。あ、うん、この時間だけ防衛すればいいってことか。逆に。オッケー。さあ。助かったよ。だろう？アニ、一人で何しているんだ？罠を運んできたんだよ。この辺の巨人を倒すのは便利でしょ。マジいい子たちなんだけど。軍を成功させるところで、させることで罠を使用できる場合があります。巨人罠におびき寄せることで。そう、同じ班のライナーたちとはぐれてる。見かけたら私は無事だと伝えておいて。なんかめっちゃさ、マルココニーちゃんとか言ってめっちゃ待ってんだけど。あ、行って行って行って。オッケー、探す。戦場のどこかにいるライナーを探す。え、強いんだけど。ボンベ欲しいの、ボンベ欲しい。あ、ごめん、ごめんね、もらっていく。できた。え、どうしたらいい、どうしたらいい。緊急したいか。マジか。先の方行けと。オッケー。お、移動楽しい。ん？来ましたけど。あ、サジ
ゃあその弾を引っ張られて大岩の周りに貴公子が集まってきています。これではエレンが近寄れません。なるほど、貴公子が直接叩くしかない。うん、はい、押し倒せばいいってことね。はい、オッケー。うわ、怖くなんかないよ。頼んだよ。わかったぜ。あれなんだ、近すぎたらダメなんだ。やっぱ遠くから加速しないとダメなんだね。オッケー、分かった。回復しない。やばい、やばい、やばい、結構大変だな。さあどうしようかな。結構なな、結構みんながたまるまで待って。あ、行ってくれ、頼む、行ってくれ。ナイス、ありがとう。やばいやばい、あー、やめてよね、ほんと。分かったぜ、頼んだよ。大丈夫か、もし来ないなら平気です。私にも守りたい家族がいますから。あれ、あれもない。や、気持ち悪い走り方してる。お姉さん歩きしてて、もうキモい。おいおいおい、頑張ってくれよ。切れないの？アルミン弱っ、弱っ、マジか、言ってくれ。切れない、マジか、ちょっと待って、ガス欠だし、グレードも変えたりし、マジ返し、次、この資材をゲットしよう。ナイス、あとは首だけ。確かにでも172とかしか食らってないもんね。みんな行ってくれ。ナイス、あ、まだいる。ん、あ、これか。ナイス、あとは首だけでいいでしょう。169とか、お、逃げるか、ナイス、ナイス。めっちゃゲームに夢中だったんだけど、本当にただプレイしてるだけの動画なんだけど。うまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。あとは任せたぞ、任せたぞ。お、ああ、多人数戦のコツは多人数を一つの塊として考えて周囲を戦か。そうなの。もうすぐ今までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない、うん、みんなハートありがとうっていうか77000いってるじゃん。このなんか私がゲームに夢中になってる間に。そう、これな、青ラインができるらしいんで、あのできたらぜひ皆さんと一緒にねプレイしたいとは思ってるんですが。すごい、すごい、すごいけど飛ばしちゃう。お、まあまあ頑張ったね。連続ダッシュ、ブーストを2回連続使う。お、いいね、なかなか頑張ってるな。ね、
じゃあまあこんな感じかなね。のりさんお腹空いたから夜食について語って。はい、夜食ってさめっちゃいいよね。本当あの夜ご飯お腹空いて悪い時間帯にご飯を食べるあの気持ちよさったらないよね、背徳感みたいなね。私は結構好きですね。全然あの夜中でも私ラーメンも食べれるし、でドーナツとかも食べれるし、チョコレートも食べれるし、なんなら別に焼肉だってカツ丼だって食べれますね。うん、本当は時間帯問わないでお腹空いたらご飯を食べるっていうスタンスです。あ、うん、まあ、一応体質的にはまだ太れない体質なんで結構、うん、食べたい時に好きなものを食べる、ストレスを感じない生活はしてますね。好きな食べ物は、好きな食べ物悩んじゃうのよ。でもやっぱお肉が好きかも。うん、お肉が好きです私は。うん、お肉美味しい。あとはうん、ラーメン、あとはそうだな、うん、何でも好きだな私。ご飯が本当に好きです。でも食べることは結構好きなんで、うん、何でも、うん、夜食とかも全然自分でパッて作っちゃったりする時もあるし、うん、今日もね、あのね、朝ごはんはね、あの家に誰もいなかったので自分でグラタンと、まあ、ホワイトソースはあったからホワイトソース入れてマカロニ茹でて入れてね、あのやるだけなんですごい簡単なんですが、グラタンとクラムチャウダースープとガーリックトースト食べました。こんな感じでしたね。すごい外人の方からコメントが、マミちゃん、I'm your fans from Indonesia。 ありがとう、インドネシアからありがとう、嬉しいよ。インドネシアって時差はどんぐらいなんだろうね。今何の時間で見てくれてるんだろうと気になるんですが、嬉しいね。嬉しい、 Thank you。 うん、お、ヨッシーさん、僕も調査兵団入りたいです。大丈夫ですか？入れるよ。なんだっけ、みたいな心臓を捧げようみたいなあるよね。はい、マミチャンネル最後まで見てくださってどうもありがとうございます。ツイッターもねやってるのでよかったらフォローしていただければなと思っております。そして YouTube のチャンネル登録コメントもお待ちしております。そして LINE の公式アカウントもできたので友達登録の方よろしくお願いします。生放送も毎週やっておりますので、いろんなね、詳細は下のね説明欄に書いてあるのでよかったらチェックしていただければなと思っております。ではでは、ありがとうございました。またねー。